日本高速道路インターナショナル株式会社は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社の共同出資で設立した高速道路事業の国際的展開を推進するための海外事業専門会社である。 日本高速道路インターナショナルは5社の持つ経営資源及び日本が有する包括的支援力を最大限活用して高速道路事業に関するトータルソリューションを提供することを目的とする。日本唯一の世界各国の道路インフラ事業の実施会社として各国、地域と共同し高速道路事業を展開。日本を含めた国際社会、 経済の持続的発展成長に寄与するとしている。本州四国連絡高速道路株式会社とも協調する。2005年10月1日に道路関係4公団が分割民営化され、道路会社6社が発足し、同時に道路会社による国際的事業への進出も解禁された。それぞれの高速道路会社が個別で国際的事業の調査研究、技術支援、 人材育成等の事業を行っている。設立時点での株主構成は以下の通り、ありがとうございます。